ロシア外務省は日本について公然と非友好的な立場を取り、我が国の国益を害しようとしていると非難する声明を発表しました。その上で北方領土問題を含む平和条約交渉を中断し、元島民らが島を訪問するビザなし交流を停止することを明らかにしました。ウクライナ侵攻に対する日本の制裁への対抗措置とみられています。報復は必ず北方領土に向かってくるということは私はそう考えてたよ。相当厳しい状態になってきてるんです。政府は外交ルートを通じて今回の対応は受け入れられないとロシアに抗議しました。